にちは。ゼロからギターへようこそ。この動画は全くの初心者から始めてギターを弾けるようになりたい、弾いてはギターを弾きながら歌を歌えるようになりたいって方に向けたギター全般の YouTube 投稿番組でございます。はい、やかましくて失礼しました。今日もお家の中で楽しく歌を歌ってみたいと思います。はい。まあ、それ以外に何やるんだっていうことも、この状況ではありますけども。懐かしの桑田佳祐さんの、祭りの後というドラマの主題歌にもなった歌を、ドラムのドラちゃんと、あとはこのヤイリギターと一緒にやってみたいと思います。ではギターはもうここに出てますんで、この、甲冑ギターでやらせていただきますが、ドラムのドラちゃんをご紹介しましょう。もうここにすでに来ていただいております。今日は下じゃないです、ここです。はい、ではドラちゃん、ヘイ、カモン。はい、ドラちゃんでございました。ありがとうございました。では、ドラちゃんのリズムを、この軽快な狂いのないドラちゃんをご紹介します。ドラちゃん、ヘイ、カモン。ふざけるなーって声が聞こえてきそうですけど、こんなやつです、お許しください。では、早速やってみたいと思います。終わった後に、実は僕はこんな風に弾いてましたよみたいなの、またできれば気が向きましたらやってみたいと思います。はい、ちょっとお待ちください。はい、準備ができました。ではやってみましょう。ワン、ツー、サン、ハイ、タンタンタラララバンパ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 ラララパバババババババパって間違えました。では気を取り直してもう一度やってみましょう。グダグダです、すいません。いきます、ワン、ツー、サン、ハイ、タンタンタララララン、飾らないお前に惚れたよ、いつも泣かせたはずなのに、好きだよなんてもう言葉にできない、恋も涙も純情も生きるためには捨てよう、背中丸めて隠れてる、
しいに愛する人もいる。お前だけが知るほど好きさ。秋風のシャドウ、終わらない夏に誰かと巡り合う。夢の中でさまよいながら涙も枯れ果てた。ダメだよ、こんなしがない世の中で振り向くたびにもう若くはないさと。野望でいいな、大人生を照れることなく語ろう。やぶさしながら男なら生きで優しいバカでいろ。底なしの海に沈めた愛もある。酔いつぶれて夜更けに一人、月明かりのウィンドウ、悲しみの果てに覚えた歌もある。胸に残る祭りの後で花火は燃え尽きた。知るほど好きさ。秋風のシャドウ、終わらない夏に誰かと巡り合う。夢の中でさまよいながら涙も枯れ果てた。失礼しました。はい、それでは今僕が歌ってる時に、どういうふうにギターを弾いてたのかちょっと解説をしてみたいと思います。まず、まあ僕はこうやってハノじゃなくてハイコードの G、 3フレットを人差し指で全部押さえちゃう例のあれです。 F がそのまんまこっちに来たのでやってました。それこっちのローコードのじゃなくて、こうこっちでやってみましょう。音がばらけないで、こっちの方がかっこいいんで、頑張って押さえてください。それで、こっちは前回もご紹介しました、このブラッドピットフラットピックで、こういう風に持ってます。正確に言うとこうですかね、こんな感じ。こっちから見るとこんな感じで、
こう伸ばしてこんな感じで弾いております。このピックガードのところにだいたいブリッジにこう置くような感じで、このブリッジというかあのサドルのところにというかこの何ですかあのピンのところにこの辺を置くようにしてこう手を添えて弾いてます。それでパン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 パナララパン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 パナララパパ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 パと、最初はあのアルペジオで、ここからストロークに入っていきます。ストロークはチャンチャンチャラララチャンチャンチャラララチャンジャガジャガジャガです。このストロークに入る前の、アルペジオはチャンチャンチャラララチャンチャンチャンチャラララチャンチャラチャンチャラチャンチャラというふうに弾いておりました。あと言葉にできないからちょっと曲が静かになりますんで、恋も涙も純情もと、またあのピックでピックだけであのまあこれ結構適当に弾いてますけど、ズンジャジャズンジャジャズンジャジャズガチャカズンジャジャズンジャジャズンジャジャズガチャカみたいな感じで弾いております。恋も涙も純情も生きるためには捨てよう、今日もよ感じで入っております。このアルペジオからアルペジオから、ストロークストロークからアルペジオに入って、この曲の流れといいますか、浮き沈みといいますか抑揚と言いますか、はい、それをつけながら弾いてみるといいと思います。なかなかこうこんなになって力入っちゃうとこうやって弾いてるところからこの優しいストロークに入っていくっていうのが結構難しくなっちゃいますんで、こっちの指も楽にあんまり力入れないで、でこっちはこんな感じで持って弾いてた方が、こうじゃなくて、親指と、人差し指でつまむようにしてピックが落ちないように飛ばないようにして、というふうに弾くと アルペジオからストローク、ストロークからアルペジオに行きやすいんじゃないかなと、僕は思います。ですからあんまりこう向きにならないで、お弾きになっていただいた方がいいんじゃないかと思います。よかったらどうぞ。はい、そんなわけで桑田佳祐さんの、祭りの後、ちょっと解説させていただきました。ギターもいいんですけど、これは
もうさすがにインターネットでも売ってますでしょうか、ドラちゃん。もうだいぶ前のものになりますね。なんかちょっとこうリズムマシーンを添えて、モニターにでもつなぎながら、まあアンプでいいですよね。アンプにつないでこうギターと一緒に、それでマイクも入れて、あんまり大きい音でやってますと近所迷惑になっちゃいますね。まあ少しこう音が大きくなったり少し加工ができたりっていうような感じで、拡張して音を出してみるのも楽しいんじゃないでしょうか、はい、まだまだ自粛が続くと思います。一つ工夫してお家の中で遊べますくように、はい、という思いでやってみました。それでは今回もこの辺でこんな感じで終わらせていただきます。よろしかったらチャンネル登録とかもポチッとこうやっておいていただけるとありがたく存じます。はい、それでは今回はこの辺で終わりにさせていただきます。また見てください。